単純明快な話にも見えますが、この原理は物理学の基本原則にかなうということを数学的に厳密に証明したのです。同じ原理からタイムトラベラーが歴史を変えようとする試みは必ず止められることになります。起こったことは起こったのです。それを変えたり違う風にやり直すことはできません。人間はビリヤードの玉ではなく、おそらく自由意志を持っているでしょう。でもそれは人間が強く望みさえすれば、どんなことでも矛盾せずにできるということとは違います。私は何の装備もなしにこの壁を登りたいという意志を持つことができます。それが私の自由意志です。では果たしてそうできるでしょうか？いいえ、できません。なぜなら重力の法則があるからです。だからそういう行為を実現することができないんです。重力は人が壁を登ることを許しません。私たちの自由意志はすでに重力によって制限されているのです。たとえタイムトラベルが可能になったとしても、何らかの物理的法則によって過去を変えようとする試みは止められてしまうでしょう。歴史を変えるために過去にメッセージを送ることを考える人もいます。ただそれには少なくとも光より早く情報を送らねばならず不可能です。ところが現在この人物が光より早く情報を送れると主張して物議を醸しています。信号はここで2つに分けます。それは2つの信号を比較できるようにするためです。1つは空気中を移動させ、もう1つはバリアにぶつけます。荷物は信号が通る2つのルートを比較しています。空気中を伝わる信号は光の速さで進みます。バリアにぶつけた方は普通そこで止まるはずですが、どうもそうではないようです。この計測器を見ればどちらが早く向こう側に着いたか分かるはずです。2つの波形の位置から到着の速さが分かります。右側の小さな波形、つまりバリアを通った信号の方が早く着いたのです。バリアの方は弱い信号しか届きませんが、それでも届いたことには間違いないし、それは光速を超えています。荷物は信号がバリアを通過する際に量子トンネル効果と呼ばれる現象が起こったと考えています。光の粒子などを本来はそれを通さない物質に当てた場合、一部の粒子がトンネルを通ったかのように向こう側に現れるのです。これは原子よりずっと小さい量子のレベルの世界が偶然に支配された特異な性質を持っているためだと考えられています。荷物はバリアの向こうに現れる粒子を観測し、その速度を測りました。これは面白いからやっただけで、光速より速いことが分かった時もその重要性については考えませんでした。この分野の先駆者であるレイモンド・チャオは、荷物の解説に部分的には同意しながらも疑問を感じています。我々の実験では1個の光の粒子だけが光速の 1.7 倍でバリアを通過したという結果が出ています。チャオはトンネル効果によって光の粒子が偶発的に光速を超えることは認めています。
しかし彼や他の学者たちが戸惑うのは、ニムツがこの方法で光より早く情報を送ったと主張している点です。情報を送るためには信号をコントロールしなくてはなりません。しかし量子トンネル効果は全く偶発的なものです。基本的にこの効果を利用して情報を送ることはできません。不可能です。確かに情報を送ることはできないという人たちもいます。それで私はモーツァルトの40番を送る実験をしたんです。ここに量子トンネル効果で送った曲が入っています。これは高速の 4.7 倍で14センチの距離を進みました。モーツァルトの40番じゃないという人もいるかもしれませんがね。あらゆる偶然が重なってモーツァルトは通過したのかもしれません。根本的な問題は信号とは何か、情報を構成しているのは何かということです。彼は本当に情報を持った信号を送ったのでしょうか。この点がニムツ教授と私の意見が分かれるところです。また量子レベルで何を情報というか、厳密な定義はまだ存在していません。アメリカ人にとっては情報ではなくても、ドイツ人やイギリス人なら認めてくれるでしょう。モーツァルトの40番には情報があると思いますよ。ニムツ教授はこれまで多くの業績を上げてきました。しかしモーツァルトを光より早く送ったと主張することは、ただの変わり者と呼ばれる危険をはらんでいます。また高速を超えたという結果には測り方が正しくないとの批判があります。これまでのところ彼に同調する人はいません。正しいかどうかは別にしても、高速を超えた情報伝達という問題は興味深い思考実験にはなります。もし光より早くメッセージを送れば、以前に送ったメッセージを追い抜くことも簡単です。素晴らしい思考実験を思いつきました。遠くの星にあなたが生まれたというメッセージを送るとします。で、20歳になった時に量子トンネル効果で信号を送るのです。すると成人の知らせが誕生の知らせより先に着くことになります。もしバリアが地球から隣の銀河に届くほどの長さであれば、原理的にはそうなります。量子トンネル効果によって光を超える速さで向こうに届くでしょう。しかし光を超えた速さで一体何を送ったのでしょう。それが問題です。そうですね、率直に言って私たちは光より速いスピードで意味のある信号を送った、そう言えるでしょう。人類の子孫はやがて時間を遡ってメッセージを送り、過去への旅を楽しむのかもしれません。しかしまだ大きな問題があります。タイムトラベルが可能なら、どうして私たちは未来からの観光客を全く見かけないのでしょう。ホーキングの話には納得できません。単に我々の時代に来ていないだけかもしれません。可能になるのはずっとずっと先で、大昔に戻るのはコストがかかりすぎるとも考えられます。あるいはすでに来ているが見ることはできないという可能性もある。彼らが体を隠す装置を持っていても不思議ではありません。あるいは私たちはすでに見ているという可能性もあります。そして UFO や幽霊などと見当外れの名前で呼んでいるのかもしれませんよ。未来からの人々が私たちの前に姿を現すなら、もっとはっきりした形を取るでしょう。世間に信用されにくい人々にばかりその姿を見せるのはおかしいと思います。しかし
万能に見えるタイムトラベラーにも大きな限界があるようです。相対性理論によるとタイムマシンを作ってもそれが作られた以前の過去へ戻るのは不可能です。仮に私たちが自分たちの時代にタイムマシンを完成させたとしましょう。その場合でもそれほどの過去には戻ることができないのです。だから私は自分が過去に戻って母の体内に宿る前に父を殺すことは心配しなくていいんです。心配なのは私の孫が時間を遡ってきて私を殺すことですよ。つまり私たちの過去を変える可能性はないけれど未来の人々が彼らの過去を変えることはないとは言えません。これは矛盾ではなく、タイムトラベルが可能で、古典的な物理法則も正しいとすると起こる問題に過ぎません。自然を見る物差しとして、古典的な物理法則でなく、量子力学を採用すれば解決するはずです。ドイツはタイムトラベルは可能だと確信しています。未来からの旅行者を見かけないのは、彼によれば量子力学の世界が混沌としたものだからなのです。量子は位置が不確定で振る舞いも不確実です。ドイツは量子というごく小さな世界に見られる不確定性をもっと大きなスケールに当てはめようとしています。量子力学はパラレルに存在するたくさんの宇宙についての理論なのです。パラレルな宇宙には似たものもあれば全然似ていないものもある。今この宇宙のそばには一つの電子の位置だけが違うというような宇宙があるのです。私がいない宇宙というのもあるでしょう。彼の説は量子の不確定性を拡大解釈したものです。ドイツは量子の存在のさまざまな可能性に対し